炎症という名前は一般の方でもよく聞いたことがあると思いますけれども、しかしその炎症の病態というのは実はよく分かっていません。炎症はがんとか動脈硬化とか関節炎などの一般的な病態に関わるわけですので、私たちはその炎症のメカニズムを明らかにしたいというふうな研究を行っています。人は約30億の DNA を持っておりまして、その中から一つの病気に関わるような変化を見出そうとしています。そしてそれはとても難しいことです。そしてその変化がどのように病気に関わるのかということを人の細胞ですとか、あるいはマウスを使って検証しようとしています。人と同じ DNA 異常を持ったマウスを作って、そのマウスを検証するのに、最低でも3年から4年かかります。またそこから薬を作るということになりますと、さらに10年以上の研究期間が必要になります。このように原因が分かったとしても、そこから薬を作るというところまでは非常に長い研究期間が必要になります。知らないことを明らかにするために、それを検証したりあるいは考えたりするというところがまず面白くて、大概は失敗するんですけれども、しかし時折うまくいったり、あるいは自分が気づいていないところに気づくというところが研究の面白いところです。また自分の研究成果が将来社会にも役立つかもしれないというところが、医者としては非常にやりがいを持っているところであります。自分たちの研究は炎症性の難病の根本的な治療法の開発に結びつくというふうに思っておりますので、多くの方に自分たちの研究グループの研究内容を知っていただいて、そして機会があればその研究を応援していただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。